皆さんこんにちは。京都大学の西岡です。今日はそうですね、40分か45分ぐらいお話聞いていただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。今飯島先生からご説明いただいたように、この度の講演を引き受けるにあたっては飯島先生からこんなご依頼をいただきました。山城高校では生徒たちに山城ふばこという名前のポートフォリオを作るように指導しています。山城ふばこという名前には、御所に上がった女房たちが恋文などを入れて大切にしていたふばこのように、生徒たちにとって大事なファイルになってもらいたいなというような願いを込めているんです。西岡先生はポートフォリオの研究をしておられると聞きました。生徒たちにとって意義深い山城ふばこになるように、ポートフォリオ作りの方法を直接生徒たちに説明してください、そういうご依頼をいただいたんですね。で、今飯島先生が言ってくださったように、私自身学校に入らせていただいてポートフォリオ作りを共同研究した経験はあるんですが、実は高校生にポートフォリオを作ってもらうのは初めてなんです。で、ご依頼いただいてから随分一生懸命考えました。今の高校生たちにどんなポートフォリオを作ってもらったら意義深いものになるのかな。まあ、私自身の高校時代振り返るとですね、ちょっとこう気恥ずかしくなるような思い出がばっかりでですね、すごく生きづらかったなっていう思い出なんかがあるんですけれども、ひょっとしたら高校時代の私みたいに今なんか生きづらいなとか居場所がないなみたいなことを思ってるような人がいれば、そういう人にとっても助けになるようなポートフォリオになるといいなってなことを考えながら、このポートフォリオ作りについていろいろ構想を練りました。で、今回提案したいなと思うのは、とことん問いにこだわってみよう、とことん問いにこだわるポートフォリオを作りませんかというのが今日私の提案する内容です。で、早速事前アンケートとして皆さんにこのような問いを投げかけましたね。あなたは学校の授業の中で、または普段の生活の中で、あるいは7月12日今日の講演会を聞くにあたってどんな疑問を持っていますか。最近自分が持った問いの中で覚えているものを箇条書きにしてください。これスラスラ5つ書けましたよって人どれぐらいいますか。あ、よかった。これね、もう一斉に手が上がっちゃうとですね、もうこれから先私が話す意味がないんですね。もう皆さん問いを持つ力があるわけだから。じゃあ3つぐらいはちょっと苦労して考えましたよっていう人どれぐらいいますか。全然書けませんでしたっていう人、全く何書いていいか分かりません、そもそもなんでこんなこと聞かれなあかんねんと思った人ありがとう、正直ですね。今日の講演はちょっとこの問いな、どう答えていいのって思った人にむしろ聞いてもらいたいですね。